皆さん、こんにちは。日本人最高の世界ランク16位につける松山英樹選手。若い頃からメジャー勝利に一番近い日本人として注目を浴びる一方で、行儀の悪さでも評判になっていました。2013年のフライズ .com オープンでは、同組で回ったデイビス・ラブから、ボールを臭い、正しい位置に戻していないと注意され、トラブルになりました。前年の全英オープンでのスロープレーによるペナルティ事件の余韻をまだ引きずっていたので、イメージが悪かったと言えます。また、2014年3月のキャデラック選手権では2メートルのパーパットを外し、悔しさのあまりパターをグリーンに叩きつけて6センチほどの穴を開け、そのまま修復せずにその場を立ち去ったこともありました。そのシーンはメディアルームで何度も流され、松山はルールにいい加減なやつというレッテルを貼られてしまったのです。そればかりか、その様子を見ていた後続のイアン・ポールターに、なぜ松山はグリーンにクレーターを残したままなのか、そのためにレフェリーが損傷を修復しなければならなかった、バカだとツイートされ、火中の人になったのです。さらに米ツアー初優勝を飾ったメモリアルトーナメントでも、最終ホールで第1打をミスショットした後にドライバーをティーグラウンドに叩きつけ、そばにあったマイクの支柱に当たってシャフトが折れてしまいました。気性の荒っぽさまで全米中に映像で流されてしまったのです。そして11月に中国上海で行われた WGC HSBC チャンピオンズ初日にも事件がありました。16番パー4でワンオンを狙ったのですが、1打目はグリーン手前の茂みに消えてロストボール、打ち直しの3打は左ラフ、4打目はグリーンをオーバー、5打目を打った瞬間にカシャカシャとカメラのシャッター音が鳴り響き、ピンに寄せられなかったのです。すると松山英樹選手は鬼の形相でカメラを持った報道の中国人女性を睨みつけました。女性は申し訳なさそうに松山英樹選手に向かって何度も頭を下げたのですが、松山英樹選手はカップからボールを取り出すと、頭に来たとばかりに思い切り放り投げたのです。もちろん女性の方に投げたわけではないのですが、直前のシャッターオンの怒りが収まらなかったのは明らかでしょう。ホールアウト後、仕方ないこと、それを受け入れてやらなくてはいけない、スコアが悪かったのもあって気にしすぎた部分があったと振り返ったのですが、いくら中国人女性が悪いとはいえ、感染マナーが浸透していない中国では、携帯電話やカメラのシャッターオンが鳴ることは珍しくないと言われています。ましてや人がいないラフをめがけて投げたとは言っても、万が一跳ね返ったりして誰かに当たったりすれば怪我につながります。それくらいのことは子供だってわかることです。アメリカツアーでは松山の評判は悪い、プレー態度が乱暴者のようだ、あれじゃファンもできないと言われていました。スポンサーの少なさがそれと関係しているかどうかは不明ですが、気になる行為ではあります。日本を代表するプロゴルファーといえば、松山英樹選手と石川遼選手の名を挙げる方は多いのではないでしょうか。ジュニア時代からしのぎを削るライバル関係で、共にアマチュアでプロのトーナメントで優勝し、プロ入りすると早々に賞金王のタイトルを獲得しています。ライバル関係にある松山英樹選手と石川遼選手の年齢や仲などは気になりますし、今では差がついているとはいえどんな成績を残しているのかも興味深いところです。松山英樹選手と石川遼選手は同世代であり、年齢も非常に近いです。近いどころか、松山英樹選手が1992年2月25日生まれ、石川遼選手が1991年9月17日生まれなので、学年で言えば同級生ということになります。両選手とも30代であり、ゴルフでは今が油の乗り切る全盛期に差し掛かっているとも言えます。最初に一緒にラウンドしたのは中学校1年生の時で、それ以来ジュニア時代からのライバル関係で切磋琢磨してきた仲です。非常に仲も良く、同じ国にいる時にはお互いに電話を掛け合ってラウンドすることもある親友でもあり、国地域別対抗戦である2016年のワールドカップでは、松山英樹選手が石川遼選手をパートナーに指名して出場しています。対談している雰囲気やスポーツ番組などで共演している時なども和気あいあいとしていて、お互いに気を許せる中でいい関係なのだなというのを感じます。
これからもいいライバルとしてお互いを高め合っていくことでしょう。ここでそれぞれのプロフィールを見てみましょう。松山英樹さんは1992年2月25日生まれ、愛媛県松山市の出身です。身長181センチメートル、体重90キロで血液型は B 型です。プロに転向したのは2013年のことです。得意クラブはパターです。石川亮さんは1991年9月17日生まれ、埼玉県北葛飾郡松伏町の出身です。身長175センチメートル、体重70キログラムで血液型は O 型です。プロに転向したのは2008年のことです。得意クラブはドライバーです。松山英樹選手と石川遼選手は同世代で、現在の日本ゴルフ界を代表する2人ということで、何かと比較されることも多いです。今ではマスターズという海外メジャーまで制した松山英樹選手が石川遼選手に水をあけていますが、キャリアのスタートとなったアマチュア時代は石川遼選手が実力、知名度ともに松山英樹選手をリードしていました。では、差がついたのはいつ頃からなのか、振り返ってみましょう。石川遼選手は、2007年のマンシングウェアオープン KSB カップにアマチュアとして出場し、史上最年少優勝を達成し、一躍全国に名を知られることになり大きな話題となりました。一方、松山英樹選手の名が知られるようになったのは2010年のアジアアマチュア選手権で日本人として初優勝を果たして、2011年のマスターズで日本人として初のローアマチュアを獲得しました。どちらもすごい記録ですが、アマチュア時代は石川遼選手の活躍が目立っていたと言ってよいでしょう。さらに史上最年少賞金王に輝いた石川遼選手に対して、松山英樹選手は21歳で史上初のルーキーイヤーでの賞金王師匠に輝きました。そしてプロ入り2年目にしてアメリカツアーに参戦した松山英樹選手は、参戦1年目のメモリアルトーナメント2014に日本人戦として最年少で優勝し、その後もアメリカツアーで優勝を積み重ねていきます。石川遼選手も松山英樹選手より1年早い2013年からアメリカツアーに本格参戦しますが、腰痛などの故障もあって思うような結果を残せず、2017年にシード権を失い、2018年に日本ツアーに復帰しています。思えば日本国内というよりはアメリカツアーで両者の明暗がくっきりと出ているように思います。いろいろ比較してみると、差がついたのは松山英樹選手がアメリカツアー参戦して1年目に優勝した2014年が分岐点になっていると言えます。しかもその後 WGC など大きな大会を制して、2021年のマスターズ優勝で松山英樹選手と石川遼選手の差は決定的なものとなりました。しかし撤退したとはいえ、石川遼選手の最終目標がアメリカツアー優勝や海外メジャー優勝にあるのは間違いなく、出場できる試合はたとえコロナ禍であってもアメリカツアーに挑戦し続けています。松山英樹選手のマスターズ優勝が刺激になっていないわけはなく、石川遼選手のアメリカツアーでの今後の巻き返しには大いに期待したいところです。差が開いたとはいえ、国内では遜色ない成績を残しており、まだまだ2人の切磋琢磨した関係は続いていくことでしょう。2021年4月のマスターズで松山英樹選手が日本人として初めて優勝しました。本当に素晴らしいことでした。松山英樹選手のこれまでの努力とそれを支えた松山英樹選手の妻メイさんのおかげだと思われます。そんな松山英樹選手の妻メイさんはどんな方なのでしょうか。松山英樹選手は2017年1月に一般女性と結婚し、7月に第一子が生まれました。お名前はメイさんといい、娘さんはカンナさんといいます。ある動画を見ると、松山英樹選手がアメリカでの生活を語っていますが、松山英樹選手は英語が全く話せないようです。英語が喋られなくても生活に不自由はないと言われていますが、英語がペラペラの方が良いに決まっています。松山英樹選手の妻メイさんは8歳までご両親の都合でハワイに住んでいたそうで、英語が堪能でバイリンガルというのは本当のようです。松山英樹選手にとっては英語がペラペラの奥様の存在はありがたいことでしょう。松山英樹選手の妻メイさんはハワイで暮らしている時に
タイガー・ウッズのドライバーショットを見て感動したそうです。それから日本に帰国してゴルフ部に入ったといいます。松山英樹選手の妻メイさんは松山英樹選手の出身高校と同じく明徳義塾高校東北福祉大学のゴルフ部出身で、松山英樹選手との馴れ初めは先輩後輩の関係だったようです。東北福祉大学ゴルフ部監督の阿部康彦監督曰く、松山英樹選手の妻メイさんは陰で支えるタイプとのことです。国内での試合でも試合会場へ応援に行かず、松山英樹選手のことを松山さんと呼んでいるそうです。本当に出しゃばらない、控えめで、きちんとした方のようです。二人の交際は東北福祉大学時代と言われていますが、実際は明徳義塾高校時代から松山英樹選手が妻のメイさんにぞっこんだったそうです。松山英樹選手は2015年にアメリカのフロリダオーランドに自宅を購入されています。 7LDK でベッドルーム4部屋、トレーニングルーム、その他卓球台のある部屋ではこれまでの記念グラスや時計が飾られています。2017年に結婚しますが、松山英樹選手は奥様のメイさんとは別居生活をしているようです。というのも東北福祉大学ゴルフ部監督の阿部康彦監督がこのようなアドバイスをされたからのようです。松山がツアーで全米各地を転々とする中、友達もいない米国で幼い子を連れた奥さんが生活するのは大変です。松山夫婦には米国での同居は子供が成長した数年後でも遅くないとアドバイスしましたとしています。このようなアドバイスでおそらく2人は別居生活をしていたようですが、マスターズで初優勝し、落ち着いたら同居するかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は松山英樹選手のこれまでの経歴と素行について見てきました。またライバル関係と言われる2人に差がついたのはいつからなのか比較してみました。年齢は松山英樹選手が1992年2月25日生まれの31歳、石川遼選手が1991年9月17日生まれの32歳で、学年で言えば同級生ということになります。ライバル関係と言われる2人ですが、非常に仲も良く、お互いに電話を掛け合ってラウンドすることもある親友で、ジュニア時代からのライバル関係で切磋琢磨してきた仲です。差がついたのは松山英樹選手がアメリカツアーに参戦して1年目に優勝した2014年が分岐点となり、その後もアメリカツアーで優勝を積み重ねた松山英樹選手に対して石川遼選手は結果を残せず、2017年にシード権を失い、2018年に日本ツアーに復帰しています。2021年のマスターズ優勝で松山英樹選手と石川遼選手の差は決定的なものとなりましたが、石川遼選手の最終目標がアメリカツアー優勝や海外メジャー優勝にあるのは間違いなく、石川遼選手の今後のアメリカツアーでの巻き返しが期待されます。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。